怪獣酋長の眠り。この辺りが震源地だ。火山の件もあるし、怪獣の仕業かもしれん。しっかり調査しろよ。はあ、なんだここは。隊長、雪原の中に奇妙な場所を発見しました。おお、まるで怪獣の墓場だな。はい、一番大きな柱にはジェロニモンだ。完全に凍ってるようですが。ジェロニモン？あれ、確か奴には恐ろしい能力が。怪獣を復活させる能力があるんだ。もしもここの怪獣たちが全て復活したら、とんでもないことになるぞ。そうか、奴自身の体は完全には復活していなかったに違いない。今なら奴にとどめを刺せるはずだ。おっと、気をつけろ。奴は命を削って全力で戦う気だぞ。
ジェロニモン、自ら燃え尽きたか。これでもう二度と再生怪獣は現れないですね。しかし果たして本当に終わりなんだろうか。